Was it the voice? Was it the fire burning in me? All of the noise turned into quiet. はい、おはようございます。フォーシーズンズ事前ラボ代表の山下です。今あの時間がですね、ちょうど朝の8時半、はい、はい、で場所がですね、るーちゃんここ、ここどこですか、これは北海道上川町にあります、はい、アイスパビリオン。ここはどういう場所かと言いますと、はい、どういう場所、ここは氷とか、はい、この氷点下の寒さをテーマにした、うんうん、体験型美術館です。そうなんですよ、これね、まあ、僕地元北海道、もちろん北海道なんですけども、はい、もう結構有名な場所なんだけども、はい、昔からね、まあ、北海道の旭川の近くなんです、上川町って、はい、で昔ね、北海道の中でも一番その気温が下がったのがマイナス41度。そう、これもう記録的な、まあ、寒さだったんだけども、はい、そこのね、その寒さをこの中でね、実は体験できるんですよ。一年中体験できますよね。一年中体験できる。ここ今これ半袖さ、短パン履いてるけども、はい、中はね、こんな格好じゃ入れません。もうあの着ないと。極寒です。そう。でそれをなんで着たかっていうと、はい、いよいよですね、うちのまああの43°Cまあ、ブランドのボードウェア新作がね、いよいよ10月にリリースになるんですけども、はい、まあ、それの、まあ、ブランドマネージャーでまたと一緒に、まあ、中に入って、その保温性、今年のその保温性を中で体感したいと思います。はい、不思議な世界を今歩いていて、いよいよここですね、なんか宇宙船みたい感じで、そうですね、入り口がありまして、まあ、見てください、まずあの壁の向こうがいよいよ氷の世界、マイナス20度。で、ね、普通はここで多分、まあ、こういう暖かい防寒具を多分貸してくれるですね、これはね、貸してくれるんですね、うん、今回、まあ、僕らこのウェアのね、今季 のウェアの、まあ、本製のちょっと検証来てるので、はい、今こう着替えて、うちのウェアです、ね、サイズがちょっとサンプルなんでXL 着てるんだけども、ちょっと大きめですけど、そうそう、で、まあ、中ではね、今、まあ、ブランドマネージャーの沼田がね、はい、先に行って、まあ、保温性の今体感を検証してますん で早速ね、僕らも行ってみたいと思います。行きましょう。怖いんだけど、マイナス20度だよ。寒いですよね。あ、そうそうそう、これ、ね、これちょっと見てください、これ、まあ、あるあるなんだけども、濡れたタオル実験。ああ、なるほど。そうそうそう、多分これ中で振り回すカチンコチンになるやつでしょ。実験できるんですね、中で。ちょっとこれ1枚借りていきます。やってみよう。やってみましょう、うん、さあ、一応この扉の向こうだから。わ、怖い。ようこそ氷の世界へ。かっこいいでしょ、ほら、これ宇宙船の、これもなんていうか、これ乗るとこじゃない、宇宙船に。おお、めちゃめちゃ寒いよ。いや、まだ上は来てるけども、じゃあ、行きます。いよいよ今日のメインイベント、これです。日本最低気温体験に挑戦、マイナス41度。これ実際ね、北海道でこの上川でこの気温、氷点下マイナス41度って本当にあったこと、それをもう一回ここで体験できるっていう施設なんですよ。再現されてるんですね。そうそうそう、これ本当にあった、マイナス41度って、
じゃあいきますよ。僕ね今今年の今季の、はい、まあ新しいウェアサンプルだけどね、はい、中はね本当ロンティマジで寒いこれ普通のもうロンティ1枚です、ね、1枚どんだけ耐えれるかっていうのを実験します。はい、いいかい、いきますよ、いきます、ボタンすごいわ。すごい。はい、とりあえず実験っていうか成功。